さて皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。星のカービィデラックスデモ版、今日は後編やっていきたいと思います。さて、前回ね、でこのメインモードの体験が終わったわけなんですけど、なんかね、強ボス、強いボスと戦えるんだよ、ね、今川崎のお面かぶってる。なんでね、ちょっと強い、ボス倒しに行ってみたいなと思います。行ってみましょうか、クッキーカントリー。はい、さあ、それがどこなんだろうね。とりあえず2面もクリアしてて、ここボスなんだけど、もう一回行ったら強いやつ戦えんのかな。行ってみようか。なんか前回、あ、これだ、手ごわくなったボス、ウィスピューズ EX に挑みますか。はい、行ってみましょうか。さあ、今日はこの強ボスに挑みたいと思うんですけど、なんか体力半分しかないけど、体力半分しかなくね、そんなことある。カッターで行くか。今回は前回ファイヤーで行ったんですよ。で、ビームもいいな。ビームにしようかな。で、川崎川崎おもろいな。川崎の面かぶっとくわ。でもやっぱね、これエクストラモードってことなんかな、これって。ウィスピューズが強くなっちゃった。行きましょう。ちょっと強くなったウィスピーウッズデラックスで EX です。体験版にも彼だけ特別参戦だー。だって、エクストラモードのウィスピーウッズ EX。吐き出す空気弾は竜巻に落とすリンゴも毒リンゴに。ね、いろんな能力とか、お土産を使ってみ、戦おう。お土産持ってないけど。待って、当たるー、余計なムズー。ちょ、ビーム打っとこう。ほら、毒リンゴだ、これ、噂の。とりあえずビームコストコで、これ、ほらもうビーム最強。ちょっと待って、空気弾怖い怖い怖い。あ、やべ、トゲ、よし、ビーム、よし、はい、ビーム、おお、あ、ばあ、やばい、普通にちょっとめんどくせえなこいつ。よし、さあ半分減らした。よし、これでいくか。これでガリガリ削ってる。あー、まだ食われちゃった。やばいかもしれん。今近寄らん方がいい。こやつ遠距離からこのチャージショットをひたすらこせる。ワトちゃんとかいるねえ。スカーフィーとかやばいって、ほんと食われる。やめてー死んだわこれ。生きてる。おい、ちょっと待って、危ないマジでやばい。勝った、ギリギリすぎる。限界生活始まったマジで危なかった。おい、強えじゃねえか。だいぶめちゃくちゃ焦ったけど、よーし。というわけで、エクストラモードのボスを撃破。俺 Wii の時のさ、あの星のカービィ Wii なんだけど、実を言うとエクストラモードをクリアしてないんですよね。2回実況してるんですけど、このゲーム。どっちも一周で終わっちゃってて。だからやってないんで、ね、エクストラモード。っていうか、次のカービィはちゃんと、また完全クリアまで目指して頑張っていこうと思いますので、ぜひとも、製品版出た時はよろしくお願いします。まあ、ここも前見たから飛ばそうか。ね。まあ、いろんなコピー能力とか、ね、新しいモードとか、いっぱい増えるよってことで、なので。ぜひとも皆さんね、出たら見ていただけたらと思います。いっぱいあります。はい、じゃあ次なんですけど、ちょっとまだ今回のね、後編でやりたいことがありまして、それがね、あの、なんか、なんとこのね、このゲームにはまさかの春部屋があるみたいでして、その春部屋行ってみたいと思います。それがここですね。さて、ここは 1-2 のね、一番奥のとこまで来ました。まあ、ここは1個目のエリアはね、スルーしてもろて、で、どこだったっけな、なんか、どこかまで行って、最終的にね、戻れば春部屋に行けるみたいでして、まあ、ちょっとそれをね、実際見てみたいなと思います。まだ俺もお試しでもプレイしてないので、ちょっと実際どうなるのか全くわかんないですけど、ねえ、頑張ってやっていこう。マジでこれ、サンドはさ、リーフみたいに砂になって隠れれるのがね、マジ強だよな、ほんと。これ、ドゥーン。これ潰されんのかな、ちょっとやってみたいな、これ砂にやったら。うわー、潰れない、強すぎる。マジ強いよなー、やっぱこの能力。よし、で、ここのエリアだっけなー。ねえ、
ちょっとまだいまいちどこかは分かってないんですけど、この辺のエリアまで来て、ねえ、最終的に、戻ればいいっていう感じなんですけど、どいてもらってーって、よし、どいてくれーって、どけ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 ー。いや、ウォーターもいいな。ウォーターやっぱこうやって水の上をね走るのがいい。ここではないの、もうちょい先かな。さて、どこまで行けばいいのやら。あ、ここだ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 、なんか見覚えある、ここねえ、ここのエリア見覚えある。で、ここのエリアをまで、で進んだら一番奥までまず行くんですよね。一番奥まで、おお、カービィカービィ走る走る、カービィ、イエーイ。で、わわわわわ、ウォーターが返してください。で、一番こっちまで行って、ね、行った後、ドアを入らずに戻りまーす。え、これかな。ドーンと草が張る。さあ、戻ると、ここはどこ。さあ、 BGM がいつもの神です。で、ボーナスゾーン、なんだここ、来た、春部屋。はーい、ということで、これがこのゲームの、春部屋。多分本編でもね、また出てくると思うんですけど、なかなかいいよね、ほんと。カビービーム体力満タンだと。ね、打てるビーム。よし。ソードで切る、いいね。まあ、こんな感じで、体験版にも春部屋があったよっていう、ちょっと紹介でした。ちょっとわかりにくいからね。もし、自分でも見てみてえなって人は、今のね、4つ目か5つ目のエリアかな、あそこのエリアを進んでやってみてください。よし、まあここはもういいかな。これで、ゴールしちゃおう。ドラゴストーム!ではでは次なんですけど、マホロワランド行きたいと思いまーす。あれ、お土産屋じゃない、マホロワランド行きたい。これだ、あ、行こう、遊びに。さあ、マホロワランド、実はまだね、結構やり残してることというか、やってないことがあるんですよ。まだあるぞ。マホロワランド、そう、なんかね、全部のミニゲームをクリアしろとか、そういったやつがあるんだよね、このスタンプラリー。このワイワダン、これが、まずね、ガンガンブラザーズとかね、あとは手裏剣道場なんだけど、2個終わったのかな、すべての難易度を制覇しろってやつが終わってないんですよね。まだ見習いしか実はクリアできてなくて、ちょっとまずこれクリアしたいな、クリアしたいと思います。手裏剣道場ね、クリアしてないので頑張りたいと思います。いきましょう、まず名人頑張ろうか。前達人やってね、途中でなんかラストかラスト手前ぐらいで見せたんだよね。なんでちょっとクリアできたら頑張りたいと思います。修行始め、一度待とう。さあ、これはね、ぴったんこ真ん中で、来た時にボーンってね、ボタンを押す、もしくはジョイコンを振り下ろしてね、なんか頑張るゲームです頑張るゲームです。これ、集中力いります。ここ!あ、ちょっとずれた!まあね、ドンピシャみたいなもんちゃうよの。ダメか。サンドマト。むずいよな、これ。わー!うわ、当たれば OK。当たれば OK、当たれば。45で。OK! ちょっとクリアしろっていうのは、その、当てたらクリアなんですよ。あぶねえ、あぶねえ、ギリギリすぎる。これむずすぎる、俺下手くそだ、こういうゲーム。待て、マホロワ忍者がすん、当たれば、当たれば俺が勝ち危ない危ない、クリアできた。よし、当てた的はなんと、よし、ナイスだぜ。みんな俺の記録超えれるか、もう超えれてるか。はい。ということで、見習い名人クリアしたんで、次、達人行きましょうか。これをクリアして、スタンプラリーのやつが進みます。で、もう、この体験版後半で全部のね、やつクリアしちゃいましょう。行きます。スン!まず1個目ね。いきなりドンピシャ外すやつね、これ。うん。大丈夫、大丈夫。全部当てるからな、今回。マジむずいぞ。集中。これね。もう、やったな、これ。もう、やったやつ、はい、ドンピシャー。やったやつはできる、さすがに。ね。これ連続ドンピシャしてえな、もっと。3の的
これ手裏剣10枚ぐらい投げれんかな。わやいよ早すぎるだろそれ。読んでまた。まだ。ドウいい。これ良いでしょ。良いでしょ、良いでしょ、良いでしょ、良いでしょ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。次ゴノバと半分目マホロが来たやつ。うわっ、あ、ちょっと待っておいむずいって今の。うわ、これ。ねえ、これクリアできるまで頑張ります。きつー。さあ、4の的クリアして、5の的行きましょう。5の的。おい、あれ、あれ、なんか、ばば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 。あばい、ちょっと遅れんねんな、俺押すの。気持ち早めに押せ、俺。いいな、6の的。ここまで生きてる。ああ、ぶねえ今、若干怪しかったぞ、今。危ねえ。7の的頑張れ、俺。え、暗くなってる。おい。うわー、ぶねえだろ。早い、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 怖い、怖い。よしよし、100点、100点。いいぞ。次。8。あと3つ、あと3つ、あと3つ、あと3つ。マホロに投げる。ブーム怖い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 。いいぞ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 。いいぞ。全然いいぞ全然いいぞ全然いいぞ。9の技、あと2つ、あと2つ、あと2つ。あと2つ。ほい。ほい。ブームでかすぎワロタ。でかすぎワロタ。いいぞいいぞ。あと1。最後のバトン達人をクリアする男。はっ、ブいった、いってるいってる。よし、あぶねえ。おい、ゴールド怖いだろう。さあ、なんとかクリアできました。いや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 、良い方、良いこと。どうだみんな、俺の記録超えてみろ。来た、すべての難易度を制覇せよです。なんとかクリアできました。いや、頑張ったよ。ねえ、出て出たようだ、レンド来た。俺が出て出たよ。で、クラッカーとかもらった。なんかいろいろもらいました。ありがとうございます。わ、エフィリーになれんの？体験版のお面をコンプリート。製品版では80種類以上のお面が登場。だって、みんな。俺全部コンプリートしたみたい。体験版。ね、最強かもしれん、俺。体験版クリアしました、皆さん。はい。はい、いらっしゃいませー。ってことで。わー。ほら、これ、ボイス付き。おにゃ、ほら。おにゃ。腕で代表。エフィリー、また一緒に冒険しようよ、エフィリー。でも俺は出て代表。俺は出て代表。よろしく。よろしくやで。はい。じゃあ、あとね、クリアできてない。これ、ガンガンブラスターズが、スーパーショットで2人以上ヒットさせる。すべての難易度を制覇する。あと、レベル2だけクリアしてないので、これやっちゃいましょうか。で、全部コンプリートしてあげましょう。体験版のやつ。俺は体験版マスターだいたら、やり込んでいこう。で、いい。なんか、お面かぶってないメタナイト。ねえ。よし。さてさて。まあまあ、とりあえず適当に、やっつけていけばいいんでしょ、こうやって。うーん。ほらほらほら、ワトちゃん、よし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 。さあ、レベルアップ、ワトちゃん、ワトちゃん、はい。やー、痛い、あいつ、よくも俺を攻撃したな、お前。ほら、やべ、またやられたけど、俺ピンチ、ピンチです。はい、待て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 、やりたい、やりたい、あと1体力1しかない、助けてください。よし、体力回復。うー、ほらほらほら、お前らやっつけてやるぜ。ドカドカブラスターだ、これ。来た、二人以上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 ってきつい。ここだー、どう、一人しか当たりません。おい、むずいぞこれ、二人当てるのって。どうなってんだよ。ワッツワッツワッツ、よしよしよし、みんな体力なくなってきたな。また来た、チャンスタイム来た、チャンスタイム来た。2人以上、2人以上。あ、もう人がいません。1
人がいません。うわ、なんか来た、またやつがやってきた、やつがやってきた。よし、うん、追い込んでけ、追い込んでけ。危ない危ない危ない。さあ落ちてくる、爆撃気をつけてってやつ。よし、取ってドン、やーよーし、オッケー。うん、我が輩と会社だぞーい。でででー、俺の勝ちだで。完璧すぎるだろこれ。いやー、すべての難易度を制覇せよ。これもクリアできました。さて、あとね、2人以上倒せですね。まあ、レベル1でいいやろ、これ。やっちゃいましょうか。よしよしよし。あるぞー、くれ。当たれー、ぜい !1、2、よっしゃー、全員当たったー。全員じゃないです、2人です。オッケー。さあ、これでミッション達成だね。やべ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 、やられるやられるやられる。意外と強い、意外と強い、意外と強い。意外と初心者くん、初心者くんじゃねえ。レベル1くん強いぞ。レベル1くん。君の命いただきます。せい、よし、オッケー。いや、これおもろいな。結構おもろいな、これ友達やりてえな。よし、わー、我が輩の勝ちだぞい。よし、ということで2人に当てて見事クリアできました。スーパーショットでダブルヒット来た。体験版のミッションすべてクリア、製品までは100のミッションに挑めるぞっていう。100ミッションって遠そうだな。ね、2回遊んだよーってことだって、イエーイ、いっぱいもらった。スタンプラリーめちゃくちゃあるな、これな。スタンプラリーみんな、これは全部いつかみんな埋めてくれ。よし、さあとりあえずお面もらいましょうか、エフィリン。イエーイ、あー、かわいい、めちゃくちゃエフィリン。やっぱまあこんな感じで製品版ね、出たら全部のお面集めれんのかな。まあ、全部のミッションは多分俺やると思うよ。全ミッション達成はねえ、根性入れて頑張ろうと思います。はい、というわけで、じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。星のカービィ Wii、 あのね、実は Wii にはね、なかったね、このガンガンなんとかっていうすごい面白い銃のゲームの別バージョンみたいなやつが Wii 版にはあるので、僕そっちめっちゃおすすめなんでね、見てない方は昔の Wii 版ね、遊んでみたり、もしくは俺の実況動画見てみてください。あ、アピールあるのか、そういうやつ、イエーイ。というわけで皆さん、じゃあ今回ここまでにしましょうかね。製品版が出たら改めていっぱい遊ぶので、そっちの方も動画もよろしくお願いします。それまでね、発売までにはね、過去のカービィとか、他のいろんなね、実況動画とか見て待っててください。はい、それでは、高評価しない方は高評価ぜひともよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしく。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ、バイバイ。